が一番綺麗かな。ルワンダ滞在も残りわずかとなって、初めてキガリの中心部、キガリシティタワーに来ました、まあ、例えて言うなら、外国人が日本に来て、日本を去る直前に東京タワーもしくは、スカイツリーに来たようなそんな感じですかね、僕が泊まってるゲストハウスから見える位置なんですけど、まあ、丘の反対側、距離にすると4キロぐらい、まあ本当にキガリの中心部初めて来ましたですね。この高いタワーが、キガリシティタワーです。まあこの辺がそのキガリの本当の中心街なんでしょうけど、本当に最後の最後、もう今頃ですかっていうぐらい最後に、キガリの中心部に来ました。もうびっくりするぐらい、あの元バイクタクシーが多いですね。ずっと、まあ、もうバイクタクシーだらけですね。このこっちね、こっちこっち、こんな感じで。No, it's me。 これ俺だよ。ノッチューだよ。これインカメ君じゃないから。そう、今セキュリティの人はあのベクじゃない、俺を撮ってるよって、このこっちに向けてるわけじゃないよっていう話で、もうめっちゃねバイクタクシーが多いです。本当にこの辺が中心部なんでしょうね。まあこうやって向けてるとそっちでもいい、これ俺やからな。全然君を撮ってるわけじゃないよと説明しました。今僕がいるエリアはですね、車入ってこれません。レストランエリアが広がってるんですけど、ここは、アルコール禁止だそうです。このエリアの人に近くに、イスラム教の人がたくさん住んでるんで、遠慮してこのレストランエリア、ここは、アルコール禁止になってるそうです。夜になるとですね、家族連れとかみんなここに食事に来るそうです。確かにここに来る途中いくつかモスクを見かけて、とこのエリアがなんていうエリアか分かってないんですが、この辺りですね、イスラム教徒の人が多く住んでるエリアだそうです。まあ、それでここのストリート、このレストランストリートでは、アルコールは禁止と、で車も入ってこれないと。なんか素敵な場所ですね。ここ来たいけどもう来た来方分かんないかもしれない。KC なんだろうコーヒー、初めてアイスカフェラテにしてみました。どこ行ってもやっぱりルワンダコーヒー美味しいですね。しかもまあまあリーズナブルなプライス、2000から3000円ぐらいなんで、まあ、200-300円、まあ日本でコーヒーチェーン店で飲むよりちょっと安いぐらいですかね。この辺り、この狭い路地にウォールペインティングがあるんですけど、これヒューマニティという意味ではそうです。でちょっと奥になりますけど、なぜかスーパーマンとスパイダーマンとバットマンが描かれていて、なんかちょっとアーティスティックエリアですね。なんかこれなんか子供が遊べそうな1,2,3,4 っていう、
なんかかっこいいな、やっぱりかなり綺麗な感じですね。色使いがなんかすごくいい。近所にですね、なかなか食べ物屋さんがなくて、ちょっといい匂いがしたんで、レストランじゃないです、なんだろうこれ作ってて、エッグ&チップスって言って、ワンサーザンもういいやと思ってここに入ったんですけど、やばいっす、これもこんな暗くて狭いとこエニシティングプレイスって言ったらここだっていう。で今お兄ちゃんが料理してくれてます。あまりテイクアウト用やな。まあまあ何せちょっとでも食べ物屋があってよかった。すげえところ隣とつながってんのこれ。You make what you make? わお、すごい、なんかめっちゃうまそう。ラクレーミーララッコリオリティ、めっちゃうまそうやん。ラレーへえ、めっちゃうまそう。なんで笑ってんの？おお、すごいな。あちあち。今の宿、ホテル、ゲストハウスから一番近い食べ物屋がここなんですけど、イーティングスペースあるかなと思ったら、テイクアウトオンリーでした。僕の部屋がめっちゃ狭いんで外で食べてきたかったけどしゃあないかなっていう、ここがですねちょうどバイクタクシーの待合所みたいな感じになってますね。この交差点に来れば、バイクタクシーに乗れると。インカメで映るかな。今も僕がいるのがですねめっちゃ坂の上です。こんな坂の上です。ちょっとカメラに入ってです。でこの夜景が広がる山の向こう側まで行ってバイクタクシーで、1000フランぐらい、まあ、100円前後で行けちゃうと。まあちょっとバイクタクシー安いから使えばいいんですけど、歩くのにはですね坂があって大変で、今日はですねこっちからね山の山丘の上の方まで行ってみて、アメリカ大使館があって、でそのアメリカ大使館を越えて向こう側に行くとなんかちょっとダウンタウンっぽいところがあって、僕が歩いたらなんかめっちゃ注目されて、なんかちょっと緊張するような。まあ観光客は女のところは歩かないんでしょうね、細い路地とか、ムサンゼよりなんかキガリの方がちょっとなんだろうピリってしてるかな。ムサンゼ夜の街歩けるけど、今日歩いたそのなんだろうジャガイモオムレツを食べたところ、本当にローカルの人しかいない。あそこはちょっと僕夜一人で行く勇気はないな、まあね、その勘が当たってるかどうか分かんないですけど、なんとなくこの首都のキガリの方がいわゆるそのダウンタウンっぽいところをちょっと夜はあまり行きたくない、そんな雰囲気です。